あの鉄板代わりぐらいになるよね。なるなる。俺これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュでかたどるやん。うん、はい。でパテ状でどんぐり塗るやろ。ね。はい。でその上からこのパンチングボードをさ切ってってちゃんと角が出るとこは出して曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけてであのビニールで圧着しとくやん。はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね。だけど難しい鉄板のところとかそれが一番いいんや。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。うん、いやいや、米松だよ。うん。ちょっと社長叩かせて。どんな感じ？ちょっと叩かせて。おお、すげえ。なんだこれ。カメライトの上からカンカンになってますから。これ何これ。もうカンカンですから。すげえ。嘘。嘘だろ。これめちゃめちゃすげえ。これ試しにその塗ってない部分叩いてみてください。どう、こっち。あ、違う、そうじゃない。これか。そう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 、アルミのパネルの。アルミのはもう軟弱だよね。これだ。ほら、もうべっこべこです。ああ、べっこべこだよ。あれこれ、めちゃめちゃ強いじゃん。これ、これいいよ。これ、すげえ。ほら、これ。ねえ、これ。それ成功失敗しそうやったらしょうがない。あ、すいません。すいません。これスープのメシ。これすごいじゃん。何これ、これ恐ろしいね。これでさ、割れがさバシバシ、うん、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。うん、試しにメッシュもあれ、うん、これ塗ってない面叩いてみてください。うん、どれどれ。ちょっと折り曲げられちゃってるのか、はい、これこれ何、お実験しろってか。試し比較で。ほらなんだよ、バリンバリンです。ほらバリンバリンだよ、ほらステンレスだってほらこんなひん曲がるじゃん、うん、これいいよ。これなんか使い勝手あるよ、はい、そうですね。もうあらかじめそうやって平たく塗っておいて、うん、円形にするのも試して金ライトができるわ。当たり前金ライトはもうベッコンベッコンだよ。ベッコンと燃えるけんな。燃えます、ね、誰が言った。嘘だろ。なんかね、これ塗るもん、メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良してねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいっていうのはあります、アルミの板とかさ、はい、うん、そしたら強度がわかる。そうだね。だから板にするとあんまり面白くないんだよね。ワンプライダーね、うん、力発揮せんよ。うん、そうだね。せめて2か3。2プライするとまた違うよね。要素がね。2プライダー全然違う。違うよね。面白いかしんない。さて、クリスマスプレゼントお渡ししたし。やろ。じゃあコロナにならないように社長。ありがとうございます。奥田社長。俺はね、去年のまた出たけど一人出ただけやった。もうでも10時半頃乗っておけ、こんなの。なんか9時ぐらいに電話かかってくることあるもん。あ、安倍さんまだ固まんねえんですけど、いつ乗ったん？朝。朝って何時ぐらいやったん？あ、8時ぐらい。6時半かな、8時かな、いつ何時だと思ってるの。9時だべ、固まんねえだろそんなの、うんうん、混ぜてる間に固まっちゃうじゃんそんな材料ね。夏はね、うん、夏はおっかねえけどな。そうだよ、いいや、それでビニール袋を巻いときゃ。黒のビニール袋、うん、開かねえじゃん。え、嘘、本当？マジ？穴開くだろ。穴開かねえ。
っちゅう班長これ今度するときさ、はい、金ライトじゃなくてさ、はい、木の板、木の板にしてきて木の板重いもん切るの大変だしだから杉の板でよろしければ。杉の板、木の板だっていいんだよね。彫刻するさ、ベニヤ板。これ米松だよ。うん。ちょっと社長叩かせて。どんな感じ？ちょっと叩かせて。ちょっと。おお。なんだこれ。カネライトの上からカンカンになってますから、ね。これ何これ。もうカンカンですから。すげえ。嘘。嘘だろ。これめちゃめちゃすごい。これ試しにその塗ってない部分叩いてみてください。どうこっち、あ、違う、そうじゃない、これか、そうアルミのパネルの、アルミのはもう軟弱だよね。これだ、ほら、もうベッコベコです。あ、ベッコベコだよ。あれこれめちゃめちゃ強いじゃん。これいいよ。これすげえ、おい、これねえ、これそれ成功失敗しそうやつだっけ。あ、すいませんすいません、これスルースのメッシ、これすごいじゃん。なにこれ、これ恐ろしいね。これでさ、割れがさバシバシ、うん、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。ああ、試しにメッシュもあれ、ああ、これ塗ってない面叩いてみてください。ああ、どれどれ、ちょっと折り曲げられちゃってるのかな。これこれ何、お、実験しろってか。試しに比較で。ほらなんだよ、ほらなんだよ、ほらバリンバリンだよ、ほらステンレスだってほらこんなひん曲がるじゃん、うん、これいいよ、これなんか使い勝手あるよ。はい、そうですね、もうあらかじめそうやって平たく塗っておいて、うん、円形にするの。じゃあ試して、カネライトは当たり前、カネライトはもうベッコンベッコンだ、カネライト燃えるけんな、燃えます、ね、誰が言った嘘だろなんかね、これ塗るもん、メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良せねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいっていうのはあります。アルミの板とかさ、はい、うん、そしたら強度がわかる。そうだね。だから板にするとあんまり面白くないんだよね。ワンプライダーね、うん、力発揮せんよ。うん、そうだね。せめて2か3、2プライするとまた違うよね。全然違うよ、ね、2プライじゃ全然違う。違うよね。面白いかしんない。さて、クリスマスプレゼントお渡ししたし帰ろ。じゃあコロナにならないように社長。ありがとうございます。奥田社長、俺はね去年のまだ出たけど一人何これ金ライトとアルミのパネル、それとステンレスのメッシュですね。それをくっつけたものです。ハツさんで。いざパンチングボード。何注文されたの？何注文されたの？ああ、ハツさん。だからさ、それをさ、作ったわけよ。うん。ああ。ね。ハチさんでさ、うん、そうにやるとさ、熱伝導率が上がるんだよ。熱伝導が、それと補強になるんだよ。ね、ステンレスとかアルミのメッシュでしょ、うん、だからさ、補強になるわけ、すっげえ。で、熱伝導もさ、上がるわけ。だから、熱絡みだとさ、うん、下手すると、ガラスクロスとかさ、剥げてるもんね。ダメなんだよ。だから金属使わねえとさ、
うん、それにはさ、やっぱアルミとかさ、ステンレスメッシュがさ一番いいんだよ。それと一番いいのは真鍮。だから今からさ、サンプルそういうのを作ってさ、ちょっと販売店とか含めてさ、送ってやろうかなと思ってるわけ。ね？で、社長、それ一度どんな強さになるかさ、手怪我しないようにさ、叩き割ってみて。どうだろう？俺の4トン握力にいい。いやいや、そら、ほら、すいません、こっちの方で。ええ、こっちあの比較的あの不出来のものなんで。あ、それね、壊してもいいやつなんだって。壊していいようです、そっちは。壊していいよう。どうした、天下のブレニーが。申し訳ありません。お前これ金つきすぎたっぺ。違うんですね、しごき方が悪かった感じです。その上に空気が入っとった。もう説教してるよ、はい、もう説教されてるよ。大きいじゃん。そうなんですね、結構バリバリ。だからさ、ハチさんとか他のスクールでさ、ほら、そうにやるとさ、カネライトが壊れて、壊れるでしょ。どうそれ、強さ。勝てやな。だから、ハチさん単位でその薄さだったら、パリッと割れるでしょ。ハチさんだったら。ね。金属みたいになるんでしょ、本当に。社長にそう言われるとさ、笑われちゃうけどさ。お、いいね。いいよね。全然いいね。全然いいね。これを球体にして塗っとけば。そうそうそう。多分割れねえよ。あ、だからさ、はい、それをつけるときにさ、あの球体に負けんじゃなくてさ、球体にそういう面でさ、沿わせてやればさ。そうだよ。あ、いいでしょ。お、壊してる。すごい。いいよ。はい、それはアルミのペラペラのやつだからさ。要は使ったやつはやっぱりこのパンチングボードの方が強いな。あ、そう。だって面積がメッシュとね、うん、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほらアルミ缶、ビール缶があるじゃん、あの空き缶アルミ、ほらそれ、あのカネライトが、あ、曲がるよ本当に。結構あれですね、いいな、うん、かなりしなやかに曲がってくれる感じで、いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、いい感じになるでしょ、補修材で。それアルミだもんね、切れるよね。 でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れないよ。お、だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやればね、2プライでやってやれば余計強くなるよね、うん、なんでお前2プライの作ってこうやったん。申し訳ありません。あ、これそう。また親方が言いようのが、パンチングボードと、パンチングボードを入れて、メッシュ入れてパンチングボード。これが一番強度が高いんだ。そうよね。そうすればさ、下手すると、あの、鉄板代わりぐらいになるよね。なる。なるほど。俺これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュで型取るやん。はい。で、パテ状でどんぐり塗るやろ。ね。はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、であのビニールで圧着しとくやん、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいんだよ。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。ええ、でやっぱりめちゃめちゃ思った通り、ハチさんが接着不良で剥がれたんじゃなくて、カネライトが壊れて剥がれてくれてる感じなんで、うん、だからそれあれでしょ、カネライトの面が残ってるでしょ、うん、剥がしたところはもうザラザラに。あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれがカネライトの部分。あ、これいいよね絶対。これは板金になるよ。そうだよね。何、異様な板金かね。あのあれ、ハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね。うん、カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどうとくだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ、うん、だからさ、これパンチングプレートとさ、ハチさん組み合わせてやるとさ、
また違ったあの TPO になるんでしょう、多分ね、うん、やっぱりいいわ、はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパッチングのさ、うん、組み合わせでさあの2プレイぐらいしてやればさ、そうですね、まあ、いいかもしんない。家帰ってさ、はい、ハチさんとさ、うん、どんぐり混ぜ合わせて、ハチさんとどんぐり、うん、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね、うん、こっちの方が入れ知恵ですか。あのね、どんぐり、はい、俺も何回もやったけど、どんぐりとハチさんミックスして塗るやろ、うん、はい、曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あれスバルでやったかね、うん、折れねえよ。折れない、折れない、ピョーンって跳ね返る。知らんやったろ、うん、そうですね、そっちのパターンは考えつかない。俺はいろいろ無駄遣いしたっちゃけ、すいません。すいませんね。そしたらね、ちょうどね、ソーラーカーね、作ってる人からね、うん、問い合わせがあって、うん、木工でね、フレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる構想持ってるんだって。だからさ、ウリンのちょうどやってるじゃん、うん、ああ鬼目も、ああちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ URL でさ案内してやったん、うん、あ、そう、ああだって木工でさ、ソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか、うん、普通はね、ああだからそれが環境に優しいとか、フレームってアルミやろ、はい、うん、鉄とかアルミとか、丸材とかさ、そういうやつだよね。まあそれと、ほら、ボディがさ、だいたいカーボンクロスのさ、ボディだからさ、いや、大学はね、環境に優しいとかなんかでね、うん、結構竹のね、フォーミュラカーの、組み立てとかやってるんだよ、結構。俺バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、ね、そう、バルサ強いよ、だから軽くてね、強くて軽くて、軽くて加工しやすいもんね、うん、そうそうそう、だからバルサとその6815とか組み合わせてやるとね、うん、あれになるん、設計するほら昔のあの板があったじゃん、なんだっけ、フレイ、うん、違う違う違う、あ、設計するさ板、ボード3倍の、ほら設計するさ板、うんうん、デスクが、うん、飛行機やってる人たちはね、なんっけ、バルサのでかいやつとね、うん、エポキシの組み合わせで自分で自作して設計板とかなんか作るの、へ、うん、持ち運びで軽くていいみたい、うん、うん、いいね。これはメッシュは面白いよ。面白いね、メッシュね、いろいろできるね。今社長がさ、それを剥がすとこ見ててさ、なおさらさ、なんか積層枚数、一種金属とさ組み合わせてやるとさ、いいなと思う。これはいろんなパーツができる、勝手に曲がる。そうだよね、そうだよね。メッシュだけだと暴れるけどさ、ハチさんでそうにやってラミネートしてやるとさ、あれだもんね、形状が、面ができるもんね、うん、いいね、これは面白いよ、いいね、そう、うん、使いごくがあるかもしれない、新しく。でも材木にはやっぱどんぐりか、かなね、うん、どんぐりか6815やね、うん、うん、そうだね。ああ、それはいいね、プレートは。いや、だから橋さんの注文がさ、うん、来たからさ、こんなのを考案してやってどうかなっていうのがさ、うん、ただね、うん、これがでかいロットがねえよ、うん、意味わかんないんですけど、デカ版、サブ6版とかないやん。あ、あるよ、あ、サブ6版はないよ、メッシュだろ、メッシュ、うんうん、高いよ、そんなんなる。何、ラジオの音？社長の音やね。俺の音かな。そうですね。それ元のやつからこう切り取って小さくしたものなんで、うん、元の大きさがだいたいこれの4分の1。そうだよね。これぐらいのサイズなんですよ。
A4 用紙ぐらい、それよりもっと小さいぐらいかな。メッシュはね、はい、工業用のとこに行ったらあるけどさ、うん、目が荒いんよ、ものすごく。あ、なるほど。そこまで細かいのは工業用ない。で、メッシュはね、いくらこう曲げ込んでもさ、はい、俺がよくやるんだけど、メッシュの裏っかに両面テープの紙薄いのがあるやん、うん、あれペターっと貼って、うん、ビニールかぶして。だって吉野上得意だよね。なんか表からさ、ドライヤーで温めるよ。だ、馴染むんだけど、どんぐり塗った途端にさ、ピョーンって跳ねてくるんさ。だけどその時はもうペースト状で塗るしかねえ。チクトロ効かして、でもなんかそれ新アイテムがなんかいろいろできそうだよね。これはね、うん、これはもう社長やりよったやん、もう何年か前から。まあそうだけどさ、うん、やってる時から、最初からやってるけどさ、うん、でもなかなかさ実物作らないからさ、うん、お前これどうしたん？どれですか？これイボになってる。ああ、そこのところはですね、これしごくときにこうあらかじめこう八三をこう塗って平たくした後にこう上にこうかぶせるんですよ。その後にあのビニール袋をこうかぶせて、かぶせてしごいたわけ。しごいたんですけど、あのその時にあのしごき方がちょっと間違えてしまって、でそこのところがちょっと破けて、ビニールの下でしごく前に1回ヘラで2回しごいちゃったかに、はい、あらかじめ、うん、いろいろレクチャーが。でその上からビニール貼って、綺麗なゴムヘラで、はい、しごいたらね、なるほど、きっちり脱法できる。わかりました。次作るときは、いいや、ね、うん、今日メッシュとね、うん、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほらアルミ缶、ビール缶があるじゃん、あの空き缶アルミ、うん、ほらそれ、あのカネライトがあ、曲がるよ本当に。結構あれですね、いいな、うん、かなりしなやかに曲がってくれる感じで、いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、うん、あのいい感じになるでしょ、補修材で。それアルミだもんね、切れるよね。 でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れねえよ、うん、だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやれば、うん、ね、2プライでやってやれば余計強くなるよね。なんでお前2プライの作ってこうやったん？申し訳ありません。あら、これとまた説教されてるよ。親方が言いようのが、パンチングボードとパンチングボードを入れて、メッシュ入れてパンチングボード、これが一番強度が高いんだ。強いよね、うん、そうすればさ、うん、下手するとあの鉄板代わりぐらいになるよね。なるなる。俺これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュでかたどるやん、うん、はい、でパテ状でどんぐり塗るやろね、はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、であのビニールで圧着しとくやん、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいんや。あ、そうだよね、三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。めちゃめちゃ思った通り、ハツさんが接着不良で剥がれたんじゃなくて、金ないとか壊れて剥がれてくれてる感じなんですよ。うん、だからそれあれでしょ、金ライトの面が残ってるでしょ、うん、剥がしたところはもうザラザラに、あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれが金ライトの部分なんですよね。あ、これいいよね絶対、うん、これは板金になるよ。そうだよね、何異様な板金かね、あれハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね、うん、カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどるとこだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ、うん、だからさ、これパンチングプレートとさ、うん、ハチさん組み合わせてやるとさ、また違った TPO になるんでしょ、うん、
多分ね。うん。やっぱりいいわ。はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ、単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパッチングのさ、組み合わせでさ、2プレイぐらいしてやればさ、そうですね。あ、いいかもしんない。家帰ってさ、ハチさんとさ、どんぐり混ぜ合わせて、ハチさんとどんぐり、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね。入れ知恵ですか。入れ知恵。あのね、どんぐり、俺も何回もやったけど、どんぐりとハチさんミックスして塗るやろ。曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あれスバルでやったかね。折れねえよ。折れない。ピョーンって跳ね返る。知らんやったろ。うん。そうですね。そっちのパターンは考えた。俺はいろいろ無駄遣いしたっちゃけ。すいません。ハチさんとどんぐり。そしたらね、ちょうどね、ソーラーカーね、作ってる人からね、問い合わせがあって、木工でね、フレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる構想持ってるんだって。だからさ、ウリンのちょうどやってるじゃん。鬼目もちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ URL でさ案内してやったん。あ、そう。だって木工でさ、ソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか。普通はね。だからそれが環境に優しいとか。フレームってアルミやろ。鉄とかアルミとか、丸材とかさ、そういうやつだよね。まあ。それと、ほら、ボディがさ、だいたいカーボンクロスのさ、ボディだからさ。いや、大学はね、環境に優しいとかなんかでね、結構竹のね、フォーミュラカーの、組み立てとかやってるんだよ、結構。俺、バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、ね。そう、バルサ強いよ、だから。軽くてね。強くて、軽くて、加工しやすいもんね。そうそうそう。だから、鉄板代わりぐらいになるよね。なる。俺、これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュで型取るやん。はい。で、パテ状で、どんぐり塗るやろ。ね。はい。で、その上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、でビニールで圧着しとくやん。はあ、ほんでもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいよ。あ、そうだよね。三次元曲面とかね、曲面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。いやいや、米松だよ。ああ、ちょっと社長叩かせて。どんな感じ。ちょっと叩かせて。ちょっと。おお、なんだこれ。カメライトの上からカンカンなってますから。これ何これ。もうカンカンでした。すげえ。嘘だよ。これめちゃめちゃすごい。これ試しに塗ってない部分叩いてみてください。どう、こっち。あ、違う、そうじゃない。これか。そうアルミのパネルの。アルミのはもう軟弱だよね。これだ。ほら、もうベッコベコです。あ、ベッコベコだよ。すごい。あれこれめちゃめちゃ強いじゃん。これいいよ。これすげえ。おい、これね、これそれ成功失敗しそうやつやったでしょうか。あ、すいませんすいません。コリスルースのメッシュ、これすごいじゃん。なにこれ、これ恐ろしいね。これでさ、割れがさ、バシバシ、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。ああ、試しにメッシュもあれ、これ塗ってない面叩いてください。どれどれ、ちょっと折り曲げられちゃってるのか。これかわいい。なに、お、実験しろってか。試し比較で。ほらなんだよ、ほらなんだよ、ほらバリンバリンだよ。ほらステンレスだって、ほらこんなひん曲がるじゃん。これいいよ。これなんか使い勝手あるよ。そうですね、もう
あらかじめそうやって平たく塗っておいて、うん、円形にするの。じゃあ試して、カネライトを当たり前、カネライトはもうベッコンベッコンだ。カネライト、カネライト燃えるけんな。燃えます。誰が言った嘘だろ。なんかね、これ塗るもん、メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良せねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいっていうのはあります。アルミの板とかさ、はい、うん、そしたら強度がわかる。そうだね。だから板にするとあんまり面白くないんだよね。バンプライダーね、うん、力発揮せんよ。うん、そうだね。せめて2か3。2プライするとまた違うよね。全然違うよね。2プライじゃ全然違う。違うよね。面白いかしんない。さて、クリスマスプレゼントお渡ししたし、帰ろ。じゃあ、コロナにならないように、社長。ありがとうございます。奥田社長。俺はね、去年のまた出たけど、一人出たわけやった。もう、でも、10時半頃乗っておけ、こんなの。なんか9時ぐらいに電話かかってくることあるもん。あ、阿部さんまだ固まんねえんですけど、いつ塗ったん？朝って何時ぐらいやったん？あ、8時ぐらい、6時半かな、8時かな。もういつ何時だと思ってるの？9時だべ。固まんねえだろ、そんなの。混ぜてる間に固まっちゃうじゃん、そんな材料。ね、夏はね、夏はおっかねえけどな。そうだよ。いや、それでビニール袋を巻いときゃ。黒のビニール袋、うん、開かねえじゃん。え、嘘？本当？マジ？穴開くだろ。穴開かねえ。社長、班長、これ今度するときさ、はい、金ライトじゃなくてさ、うん、はい、木の板。木の板にしてきて。木の板重いもん、切るの大変だし。だから杉の板でよろしければ。杉の板。木の板だっていいんだよね。彫刻するさ、ベニヤ板。これ米松だよ。うん。ちょっと社長叩かせて。どんな感じ？ちょっと叩かせて。おお、すげえ、なんだこれ。カネライトの上からカンカンになってますから。これ何これ。もうカンカンですから。すげえ、嘘嘘だろ。これめちゃめちゃすげえ。これ試しにその塗ってない部分叩いてみてくださいよ。どう、こっち。あ、違う、そうじゃない。これか。そうアルミのパネルの。アルミのはもう軟弱だよね。これだ。ほら、もうベッコベコです。あ、ベッコベコだよ。あれこれ。めちゃめちゃ強いじゃん。これ。これいいよ。これ。すげえ。おい、これ。ねえ。これ。それ施工失敗しそうやつやっけ。あ、すいません。すいません。これスルースのメッシュ。これすごいじゃん。なにこれ。これ恐ろしいね。これでさ、割れがさ、バシバシ、うん、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。うん。試しにメッシュもあれ。うん。これ塗ってない面叩いてみてください。どれどれ。ちょっと折り曲げられちゃってるんで。これこれ。なに。お、実験しろってか。試し。比較で。ほらなんだよ、ほらなんだよ、バリンバリンだよ、ほらステンレスだってほらこんなひん曲がるじゃん、これいいよ、これなんか使い勝手あるよ、はい、そうですね、もうあらかじめそうやって平たく塗っておいて、うん、円形にするの。じゃあ試して、カネライトの当たり前、カネライトはもうベッコンベッコンだ。ガバイコン
なんかね、これ塗るもん、メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良せねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいっていうのはあります、アルミの板とかさ、はい、そしたら強度がわかる。そうだね。板にするとあんまり面白くないんだよね。ワンプライダーね、力発揮せんよ。そうだね。せめて2か3、2プライするとまた違うよね。全然違うよね。2プライダー全然違う。違うよね。面白いかしんない。さて、クリスマスプレゼントお渡ししたし帰ろう。じゃあコロナにならないように社長。ありがとうございます。奥田社長、俺はね、去年のまだ出たけど一人何これ、カネライトとアルミのパネル、それとステンレスのメッシュですね。それをくっつけたものです、ハツさんで。いざ、パンチングボード。何を注文されたの？何注文されたの？ああ、ハツさん、ハツさん。だからさ、それをさ、作ったわけよ。うん。ああね、あの八三でさ、そうにやるとさ、熱伝導率が上がるんだよ。熱伝導が、それと補強になるんだよ。ね、ステンレスとかアルミのメッシュでしょ。だからさ、補強になるわけ、すっげえ。で、熱伝導もさ、上がるわけ。だから、熱絡みだとさ、下手すると、ガラスクロスとかさ、剥げてるもんね。ダメなんだよ。だから金属使わねえとさ、それにはさ、やっぱアルミとかさ、ステンレスメッシュがさ、一番いいんだよ。それと一番いいのは真鍮。だから今からさ、サンプルそういうのを作ってさ、ちょっと販売店とか含めてさ、送ってやろうかなと思ってるわけ。ね？で、社長、それ、一度どんな強さになるかさ、手怪我しないようにさ、叩き割ってみて。どうだろう。俺の4トン握力に。いやいや、そら。すいません。ほら。すいません。こっちの方で。あ、ちょっとこっち、比較的、不出来のものなんで。あ、それね、壊してもいいやつなんだって。壊していいようです、そっち。壊していいよう。どうした天下のブレニーが。申し訳ありません。お前これ金つついたっぺ。違うんですね、しごき方が悪かった感じです、ね、その上に空気が入っとった。もう説教してるよ、はい、もう説教されてるよ。おっついじゃん。そうなんですね、結構バリバリ。だからさ、ハチさんとか他のスクールでさ、ほら、そうにやるとさ、カネライトが壊れるでしょ。どうそれ、強さ勝てやな。だから83単位でその薄さだったらパリッと割れるでしょ、83だったらね。金属みたいになるんでしょ、本当に。社長にそう言うとさ、笑われちゃうけどさ。お、いいね。いいよね。全然いいね。これを球体にして塗っとけば、そう多分割れねえよ。だからさ、それをつけるときにさ、球体に負けんじゃなくてさ、球体にそういう面でさ、沿わせてやればさ、そうだよ。いいでしょ。すごい、いいよ、はい、それアルミのペラペラのやつだからさ、要は使ったやつはやっぱりこのパンチングボードの方が強いな。あ、そう。だって面積がメッシュとね、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほら、アルミ缶、ビール缶があるじゃん。空き缶アルミ。ほら、それ、カネライトが、あ、曲がるよ。本当に。結構あれですね。いいな、かなりしなやかに曲がってくれる感じで。いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、いい感じになるでしょ。補修材で。それアルミだもんね。切れるよね。でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れねえよ。だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやれば
ね、2プライでやってやれば余計強くなるよね、うん、なんでお前2プライの作ってこうやったん。申し訳ありません。俺と親方が言いようのがパンチングボードとパンチングボードを入れてメッシュ入れてパンチングボード、これが一番強度が高いんだ。そうよね。そうすればさ、下手するとあの鉄板代わりぐらいになるよね。なるなる。俺これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュで型取るやん、はい、でパテ状でどんぐり塗るやろね、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、であのビニールで圧着しとくやん、はい、ほんでもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとかそれが一番いいんだよ。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。ええ、でやっぱり思った通り、ハツさんが接着不良で剥がれたんじゃなくて、金ないとか壊れて剥がれてくれてる感じなんで、うん、だからそれあれでしょ、金ライトの面が残ってるでしょ、うん、剥がしたところはもうザラザラに。あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれが金ライトの部分。あ、これいいよね絶対。これは板金になるよ。そうだよね。何異様な板金かね、あのあれハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね、うん、カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどうとくだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ、うんうん、だからさ、これパンチングプレートとさ、ハチさん組み合わせてやるとさ、また違ったあの TPO になるんでしょ、うん、多分ね、うん、やっぱいいわ、はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパッチングのさ、うん、組み合わせでさ、あの2プライぐらいしてやればさ。そうですね。いいかもしんない。家帰ってさ、はい、ハチさんとさ、うん、どんぐり混ぜ合わせて、ハチさんとどんぐり、うん、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね、うん、こっちの方が多分入れ知恵あのね、どんぐり、はい、俺も何回もやったけど、どんぐりとハチさんミックスして塗るやろ、うん、はい、曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あれスバルでやったかね。折れねえよ。折れない。折れない。ピョーンって跳ね返る。知らんやったろ、うん、そうですね。そっちのパターンは考えつかない。俺はいろいろ無駄遣いしたっちゃけ。すいません。ハチさんどんぐり。そしたらね、ちょうどね、ソーラーカーね、作ってる人からね、うん、問い合わせがあって、うん、木工でね、フレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる構想持ってるんだって、だからさ、ウリンのちょうどやってるじゃん、うん、鬼目も、ちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ、URL でさ案内してやったん。あ、そう。あ、だって木工でさソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか。普通はね。あ、だからそれが環境に優しいとか。フレームってアルミやろ、はい、うん、鉄とかアルミとか、あの丸材とかさ、そういうやつだよね。まあそれとほらボディがさ、だいたいカーボンクロスのさボディだからさ。いや、大学はね、環境に優しいとかなんかでね、結構竹のね、フォーミュラカー の組み立てとかやってるんだよ、結構。俺、バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、ね、そう、バルサ強いよ、だから軽くてね、強くて、軽くて、加工しやすいもんね、うん、そうそうそう。だからバルサと、その83、あ、6815とか組み合わせてやるとね、あれになるん、設計するほら昔のあの板があったじゃん、なんだっけ、フレイ、うん、違う、あ、設計するさ板、ボード単倍のほら設計するさ板、うん、デスクが、うん、飛行機やってる人たちはね、なんだっけ、バルサのでかいやつとね、
エポキシの組み合わせで自分で自作して設計板とかなんか作るの、持ち運びで軽くていいみたい。いいね。これはメッシュは面白いよ。面白いね、メッシュね。いろいろできるね。今社長がさ、それを剥がすとこ見ててさ、なおさらさ、なんかあの積層枚数、一種金属とさ、あの組み合わせてやるとさ、いいなと。これはいろんなパーツができる。勝手に曲がる。そうだよね。そうだよね。メッシュだけだと暴れるけどさ、ハチさんでそうにやってラミネートしてやるとさ、あれだもんね、形状が面ができるもんね、いいね。これは面白いよ。いいね。そう、使い心があるかもしれない、新しく。でも材木にはやっぱどんぐりか、かなわない。どんぐりか6、8、1個やね。そうだね。あ、それはいいね、プレートは。いやだから橋田の注文がさ、来たからさ、こんなのを考案してやってどうかなっていうのがさ、ただね、これがでかいロットがねえよ、意味は分かんないんですけど、デカ版、サブ6版とかないやん。あ、あるよ。あ、サブ6版はないよ。あのメッシュだろ。メッシュ、高いよ、そんなんなると。何、ラジオの音？社長の音やね。こんなとかね。そうですね。それ元のやつからこう切り取って小さくしたものなんで、元の大きさがだいたいこれの4分の1、ね、これぐらいのサイズなんですよ。 A4 用紙ぐらい、それよりもっと小さいぐらいか。メッシュはね、はい、工業用のとこに行ったらあるけどさ、目が荒いんよ、ものすごい。あ、なるほど。そこまで細かいのは工業用ない。で、メッシュはね、いくらこう曲げ込んでもさ、はい、俺がよくやるんだけど、メッシュの裏側に両面テープの紙薄いのがあるやん、あれペターっと貼って、ビニールかぶして。だって吉野上得意じゃん、なんか表からさ、ドライヤーで温めるよ。だ、馴染むんだけど、どんぐり塗った途端にさ、ピョーンって跳ねてくるんさ。だけどその時はもうペースト状で塗るしかない、チクトロ効かして。でもなんかそれ新アイテムがなんかいろいろできそうだよね。これはね、これはもう社長やりよったやもん、何年か前から。まあそうだけどさ、やってる時から、最初からやってるけどさ、でもなかなかさ、実物作らないからさ、お前これどうした？どれですか？これイボになってあ、そこのところはですね、これしごくときにこう、あらかじめこう、ハチさんを塗って平たくした後にこう上にこうかぶせるんです。その後にビニール袋をこうかぶせて、かぶせてしごいたわけ。しごいたんです。しごいたんですけど、その時にしごき方がちょっと間違えてしまって、でそこのところがちょっと破けて、ビニールでしごく、ビニールの下でしごく前に1回ヘラで2回しごいちゃったかに、あらかじめ、いろいろレクチャーが。でその上からビニール貼って、綺麗なゴムヘラで、すごいだらね、はい。なるほど。きっちり脱法できる。わかりました。次作るときは。いいよね。今日メッシュとね、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほらアルミ缶、ビール缶があるじゃん。空き缶アルミ。ほら、それカネライとか曲がるよ。本当に。結構あれですね。いいな。かなりしなやかに曲がってくれる感じで。いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、いい感じになるでしょ、補修材で。それアルミだもんね、切れるよね。 でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れないよ、だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやれば、ね、2プライでやってやれば余計強くなるよね。
なんでお前ツープライの作ってこうやったん。申し訳ありません。あら、これとまた説教されてるよ。親方が言うのがパンチングボードと、パンチングボードを入れてメッシュ入れてパンチングボード、これが一番強度が高いんだ。そうよね、うん、そうすればさ、下手するとあの鉄板代わりぐらいになるよね。なる。俺はこれでだいぶ板金したもん。 あそう、できんとこをさ、メッシュで型取るやん、うん、はい、でパテ状でどんぐり塗るやろね、はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、であのビニールで圧着しとくやん、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね。だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいよ。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。で、めちゃめちゃ。思った通り、ハツさんが接着不良で剥がれたんじゃなくて、金ないとか壊れて剥がれてくれてる感じだ。そうそう。だからそれあれでしょ。カネライトの面が残ってるでしょ、うん、剥がしたところはもうザラザラに、あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれがカネライトの部分ですよね。あ、これいいよね絶対、うん、これは板金になるよ。そうだよね、うん、何異様な板金かね、あのあれハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね、うん、カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどうとこだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ、うん、だからさ、これパンチングプレートとさ、ハチさん組み合わせてやるとさ、また違ったあの TPO になるんでしょ、うん、多分ね、うん、やっぱいいわ、はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ、単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパンチングのさ、うん、組み合わせでさ、あの2プレイぐらいしてやるやさ。そうですね。あ、いいかもしんない。家帰ってさ、はい、八さんとさ、うん、どんぐり混ぜ合わせて、八さんとどんぐり、うん、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね、うん、入れ知恵ですか。もう入れ知恵あのね、どんぐり、うん、俺も何回もやったけど、どんぐりと八さんミックスして塗るやろ、うん、曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あのスバルでやったかね、うん、折れねえよ。折れないピョーンって跳ね返る。知らんやったろ、うん、そうですね、そっちのパターンは考えてた。俺はいろいろ無駄遣いしたっちゃけ。すいません、ハチさんとかどんぐりと。そしたらね、ちょうどね、ソーラーカーね、作ってる人からね、うん、問い合わせがあって、うん、木工でね、フレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる、構想持ってるんだって、だからさ、ウリンのちょうどやってるじゃん、うん、鬼目もだから、ちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ、URL でさ、案内してやったん。あ、そう。ああ、だって木工でさ、ソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか、うん、普通はね、ああ、だからそれが環境に優しいとか。フレームってアルミやろ、はい、うん、鉄とかアルミとか、あの丸材とかさ、そういうやつだよね。まあそれとほらボディがさ、だいたいカーボンクロスのさボディだからさ。いや、大学はね、環境に優しいとかなんかでね、うん、結構竹のね、あのフォーミュラカーの、あの組み立てとかやってるんだよ結構俺バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、ね、そう、バルサ強いよ。だから軽くてね、強くて軽くて加工しやすいもんね、うん、そうそうそう。だからバル、鉄板代わりぐらいになるよね。なる。俺これでだいぶ板金したもん。 あそう、できんとこをさ、メッシュで型取るやん、うん、はい、でパテ状でどんぐり塗るやろね、はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、で、あのビニールで圧着しとくやん、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいよ。あ、そうだよね。
三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。いやいや、米松だよ。ちょっと社長叩かせて。どんな感じ？ちょっと叩かせて。おお、すげえ。なんだこれ。カネライトの上からカンカンになってますから。これ何これ。もうカンカンですから。すげえ。嘘。嘘だろ。これめちゃめちゃすげえ。これ試しにその塗ってない部分叩いてみてくださいよ。どう、こっち。あ、違う、そうじゃない。これか。そうそうそう、アルミのパネルの。アルミのはもう軟弱だよね。これだ。ほら、もうベッコベコです。あ、ベッコベコだよ。あれこれ。めちゃめちゃ強いじゃん。これ。これいいよ。これ。すげえ。おい。これ。ねえ。これ。それ成功失敗するやつだっけ。あ、すみません。すみません。これスルーズのメッシ。これすごいじゃん。なにこれ。これ恐ろしいね。これでさ、割れがさ、バシバシ、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。試しにメッシュの、メッシュもあれ、これ塗ってない面叩いてみてください。どれどれ。ちょっと折り曲げられちゃってるんで、これこれ。なに、お、実験しろってか。試し、比較で。ほらなんだよ、ほらバリンバリンだよ、ほらステンレスだって、ほらこんなひん曲がるじゃん、これいいよ、これなんか使い勝手あるよ、はい、そうですね、もうあらかじめそうやって平たく塗っておいて、円形にするのも。じゃあ試して、カネライトだけど、当たり前、カネライトはもうベッコンベッコンだ、ごめんごめん。あれないと燃えるけんな。燃える。燃えますね。誰が言った。嘘だろ。なんかね、これ塗るもん、メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良せねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいってのはあります。アルミの板とかさ。はい。そしたら強度がわかる。そうだね。板にするとあんまり面白くないんだよね。ワンプライダーで、力発揮せんよ。そうだね。せめて2か3。2プライするとまた違うよね。全然違うよ。2プライダー全然違う。違うよね。面白いかしんない。さて、クリスマスプレゼントをお渡したし。帰ろ。じゃあコロナにならないように社長。ありがとうございます。奥田社長、俺はね、去年のまだ出たけど一人出たわけやった。もうでも10時半頃乗っておけ。こんなのよ、なんか9時ぐらいに電話かかってくることあるもん。あ、安倍さんまだ固まんねんですけど、いつ乗ったん。朝って何時ぐらいやったん。あ、8時ぐらい、6時半かな、8時かな、いつ何時だと思ってるの。9時だべ。固まんねえだろそんなの。混ぜてる間に固まっちゃうじゃん、そんな材料ね。夏はね、夏はおっかねえけどな。おで、いや、それでビニール袋を巻いときゃ。黒のビニール袋、開かねえじゃん。え、嘘、本当？マジ？穴開くだろ。穴開かねえ。社長、班長、これ今度するときさ、はい、カネライトじゃなくてさ、はい、木の板。木の板にしてきて。木の板重いもん、切るの大変だし。だから杉の板でよろしければ。次の板、木の板だっていいんだよね。彫刻するさ、ベニヤ板。これ米松だよ。ちょっ
ょっと社長叩かせて。どんな感じ？ちょっと叩かせて。おお、すげえ。なんだこれ。カメライトの上からカンカンになってますから。これ何これ。もうカンカンですから。すげえ。嘘。嘘だろ。これめちゃめちゃすげえ。これ試しにその塗ってない部分叩いてみてくださいよ。どう、こっち？あ、違う、そうじゃない。これか。そう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 。アルミのパネルの。アルミのはもう軟弱だよね。これだ。ほら。あ、もうべっこべこです。あ、べっこべこだよ。すっ。何これ。めちゃめちゃ強いじゃん。これ。これいいよ。これ。すげえ。ほら。これ。ねえ。これ。それ成功失敗しそうやったらしょうがない。あ、すいません。すいません。これスルースの飯。これすごいじゃん。何これ、これ恐ろしいね。これでさ、割れがさバシバシ、うん、こんなさ薄いんだったらバシバシ割れるで。うん、試しにメッシュもあれ、うん、これ塗ってない面叩いてみてください。どれどれ、ちょっと折り曲げられちゃってるのがありますから、はい、これこれ何、実験しろってか。試し比較で。ほらなんだよ、ほらなんだよ、ほらバリンバリンだよ、ほらステンレスだってほらこんなひん曲がるじゃん、これいいよ、これなんか使い勝手あるよ、はい、そうですね、もうあらかじめそうやって平たく塗っておいて、うん、円形にするのも試して金ライトは当たり前だ、金ライトはもうベッコンベッコンだよ、ベッコンと燃えるけんな。燃えます、ね。誰が言った？嘘だろ。なんかね、これ塗るもん。メッシュとパンチングボールじゃなくて、なんか改良せねえよ。そうだよね。そうですね。それだけでどれぐらいの強度か、ちょっと確かめてみたいっていうのはあります。アルミの板とかさ。はい。うん、そしたら強度がわかる。そうだね。だから板にするとあんまり面白くないんだよね。ワンプライダーね、うん、力発揮せんよ。うん、そうだね。せめて2か3。2プライするとまた違うよね。全然違うよ、ね、2プライダー全然違う。違うよね。面白いかしんない。さてクリスマスプレゼントお渡ししたし帰ろ。じゃあコロナにならないように社長。ありがとうございます。奥田社長、俺はね去年のまだ出たけど一人。何これ金ライトとアルミのパネル、それと ステンレスのメッシュですね。それをくっつけたものです。発散で出たパンチングボード。何注文されたの？何注文されたの？ああ、八さん。だからさ、それをさ、作ったわけよ。うん。うん。ね？八さんでさ、うん、そうにやるとさ、熱伝導率が上がるんだよ。熱伝導が。それと補強になるんだよ。ね？ステンレスとかアルミのメッシュでしょ？だからさ、補強になるわけ、すっげえ。で熱伝導もさ、上がるわけ。だから、熱絡みだとさ、下手するとガラスクロスとかさ、剥げてるもんね。ダメなんだよ。だから金属使わねえとさ、うん、それにはさ、やっぱアルミとかさ、ステンレスメッシュがさ、一番いいんだよ。それと一番いいのは真鍮。だから今からさ、サンプルをそういうのを作ってさ、ちょっと販売店とか含めてさ、うん、送ってやろうかなと思ってるわけね。で社長、それ一度どんな強さになるかさ、手怪我しないようにさ叩き割ってみて、どうだろう。俺の4トン握力に。いやいや、それは
すいません。あ、ほら、すいません。こっちの方で。あ、こっちに比較的不出来のものなんで。あ、それね、壊してもいいやつなんだって。壊していいようです、そっち。壊していいよう。どうしたん、天下のブレニーが。申し訳ありません。お前これ加熱しきたっぺ。違うんですね、しごき方が悪かった感じですね。その上に空気が入っとったん。もう説教してるよ、はい、もう説教されてるよ。おっついじゃん。そうなんですね、結構バリバリ。だからさ、ハチさんとか他のスクールでさ、ほら、そうにやるとさ、カネライトが壊れるでしょ。どう？それ強さ勝てやな。だからハチさん単位でその器だったらパリッと割れるでしょ。ハチさんだったらね、金属みたいになるんでしょ本当に。社長にそう言うとさ、笑われちゃうけどさ。お、いいね。いいよね。全然いいね。全然いいね。これを球体にして塗っとけば。そうそうそう。多分割れねえよ。あ、だからさ、それをつけるときにさ、球体に負けんじゃなくてさ、球体にそういう面でさ、沿わせてやればさ。そうだよ。あ、いいでしょ。お、壊してる。すごい。いいよ。はい、それはアルミのペラペラのやつだからさ、要は使ったやつは。やっぱりこのパンチングボードの方が強いな。あ、そう。だって面積が。メッシュとね、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほら、アルミ缶、ビール缶があるじゃん。空き缶アルミ。ほら、それ、カネライトが、あ、曲がるよ。本当に。結構あれですね。いいな。うん、かなりしなやかに曲がってくれる感じで。いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、いい感じになるでしょ。補修材で。それアルミだもんね、切れるよね。でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れないよ。だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやれば、ね、2プライでやってやれば余計強くなるよね。なんでお前2プライの作ってこうやったん。申し訳ありません。あら、これそう、また親方が言いようのが、パンチングボードと、パンチングボードを入れて、メッシュ入れてパンチングボード。これが一番強度が高いんだ。そうよね。そうすればさ、下手すると、鉄板代わりぐらいになるよね。なる。俺はこれでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさ、メッシュで型取るやん。うん、はい。でパテ状でどんぐり塗るやろ、ね、はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、でビニールで圧着しとくやん。ほ、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとか、それが一番いいんだよ。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。でやっぱりめちゃめちゃ思った通り、ハチさんが接着不良で剥がれたんじゃなくて、カネライトが壊れて剥がれてくれてる感じなんで、だからそれあれでしょ、カネライトの面が残ってるでしょ、剥がしたところはもうザラザラに。あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれがカネライトの部分なんですよね。あ、これいいよね、絶対。これは板金になるよ。そうだよね。何、異様な板金かね、あれハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね、うん、カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどおとくだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ、うん、だからさ、これパンチングプレートとさ、ハチさん組み合わせてやるとさ、また違ったTPO になるんでしょ、うん、多分ね、うん、やっぱいいわ、はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ、単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパンチングのさ、うん、組み合わせでさ、2プレーぐらいしてやればさ。そうですね。いいかもしんない。家帰ってさ、はい、ハチさんとさ、うん、どんぐり混ぜ合わせて、ハチさんとどんぐり、うん、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね、うん、
こっちの方がかも入れ知恵。あのね、どんぐり、はい、俺も何回もやったけど、どんぐりと蜂さんミックスして塗るやろ、うん、曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あれスバルでやったかね。折れねえよ。折れない折れない。ピョーンって跳ね返る。知らんやったろ。うん、そうですね。そっちのパターンは考えつかない。これはいろいろ無駄遣いしたっちゃけ。すいません。そしたらね、ちょうどね、あのソーラーカーね、あの作ってる人からね、問い合わせがあって、うん、木工でね、あのフレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる構想持ってるんだって。だからさ、あのウリンのちょうどやってるじゃん、うん、鬼目も、ああちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ URL でさ案内してやったん、うん、あそう、ああだって木工でさソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか、うん、普通はね、ああだからそれが環境に優しいとか、フレームってアルミやろ、はい、うん、鉄とかアルミとかあの丸材とかさ、そういうやつだよね。まあそれとほらボディがさ、だいたいカーボンクロスのさボディだからさ、いや大学はね環境に優しいとかなんかでね、うん、結構竹のねあのフォーミュラカー の、うん、あの組み立てとかやってるんだよ結構。俺バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、そうバルサ強いよ、だから軽くてね、強くて軽くて加工しやすいもんね、うん、そうそうそう、だからバルサとその6815とか組み合わせてやるとね、うん、あれになるん、設計するほら昔のあの板があったじゃん、なんだっけプレイ、うん、違う、あ設計するさ板ボード3倍のほら設計するさ板、うん、デスクが、うん、飛行機やってる人たちはね、なんだっけバルサのでかいやつとねエポキシの組み合わせで自分で自作して設計板とかなんか作るの、へえ、うん、持ち運びで軽くていいみたい、うん、うん、いいね、これはメッシュは面白いよ、面白いねメッシュね、いろいろできるね、今社長がさそれを剥がすとこ見ててさ、なおさらさ、なんかあの積層枚数一種金属とさあの組み合わせてやるとさいいなと思う、これはいろんなパーツができる、勝手に分かる、そうだよね、そうだよね、メッシュだけだと暴れるけどさ、うん、橋さんでそうにやってラミネートしてやるとさあれだもんね、形状が面ができるもんね、いいね、これは面白いよ、いいね、そう、うん、使い手が使いごくがあるかもしれない、新しく、でも材木にはやっぱどんぐりかなわない、うん、どんぐりか6815やね、うん、そうだね、あそれはいいね、プレートは、いやだから橋田の注文がさ来たからさ、こんなのを考案してやってどうかなっていうのがさ、うん、ただね、うん、これがでかいロットがねえよ、うん、意味わかんないんですけど、デカ版サブ6版とかないやん、あ、あるよ、あサブ6版はないよ、あのメッシュだろ、メッシュ、うんうん、高いよ、うん、そんなんなる、何ラジオの音、社長の音やね、こんなとこね、そうですね、それ元のやつからこう切り取って小さくしたものなんで、うん、元の大きさがだいたいこれの読み方、ね、これぐらいのサイズなんですよ、 A4 用紙ぐらい、それよりもっと小さいぐらい、メッシュはね、はい、工業用のとこに行ったらあるけどさ、うん、目が荒いんよ、ものすごく、あなるほど、そこまで細かいのは工業ないで、メッシュはねいくらこう曲げ込んでもさ、はい、俺がよくやるんだけど、メッシュの裏側に両面テープの紙薄いのがあるやん、
あれペターっと貼って、うん、ビニールかぶして、だって吉野上得意だよね、なんか表からさドライヤーで温めるよ、馴染むんだけど、どんぐり塗った途端にさピョーンって跳ねてくるんさ。だけどその時はもうペースト状で塗るしかねえ、チクトロ効かして、うん、でもなんかそれ新アイテムがなんかいろいろできそうだよね、うん、これはね、うん、これはもう社長やりよったやもん、何年か前から、まあそうだけどさ、うん、やってる時から最初からやってるけどさ、うん、でもなかなかさ実物作らないからさ、うん、お前これどうしたん、どれですか、これイボになってあそこのところはですね、しごく時にこうあらかじめこう発散をこう塗って平たくした後にこう上にこうかぶせるんです、うん、その後にあのビニール袋をこうかぶせてしごいたわけ、しごいたんです、しごいたんですけど、あのその時にあのしごき方がちょっと間違えてしまって、でそこのところがちょっと破けて、ビニールでしごく、ビニールの下でしごく前に1回ヘラで2回しごいとったがいい、はい、あらかじめ、うん、いろいろレクチャーが、でその上からビニール貼って綺麗なゴムヘラで、はい、すごいだらね。なるほど。きっちり脱法できる。わかりました。次作るときは。いいよね。うん、今日メッシュとね、うん、比べてね、パンチングの方が気に入るかね。だからさ、それだったらさ、ほらアルミ缶、ビール缶があるじゃん。あの空き缶アルミ、うん。ほら、それあのカネライとかあ曲がるよ。本当に。結構あれですね。いいな。うん、かなりしなやかに曲がってくれる感じで、いいね。それでさ、番線でも巻いてやればさ、うん、あのいい感じになるでしょ、補修材で。それアルミだもんね、切れるよね。 でも粘り気がすごいじゃん。これ真鍮やったら多分切れねえよ、うん、だから真鍮とアルミのプレートと両方かませてやれば、うん、ね、2プライでやってやれば余計強くなるよね。なんでお前2プライの作ってこうやったん。申し訳ありません。あら、これとまた説教されてるよ。親方が言いようのがパンチングボードとパンチングボードを入れてメッシュ入れてパンチングボード、これが一番強度が高いんだ。そうよね、うん、そうすればさ、うん、下手するとあの鉄板代わりぐらいになるよね。なるなる。俺これでだいぶ板金したもん。あ、そう。できんとこをさメッシュで型取るやん、うん、はい、でパテ状でどんぐり塗るやろね、はい、でその上からこのパンチングボードをさ切ってって、ちゃんと角が出るとこは出して、曲がるとこは曲がらして、はい、ペタッとつけて、であのビニールで圧着しとくやん、はあ、でもう一回その上からパテ塗るんや。それいいよね。ね、だけど難しい鉄板のところとかそれが一番いいよ。あ、そうだよね。三次元局面とかね、局面の組み合わせとかね。でも社長それいいよね。あ、班長やっぱこれいいわ。でめちゃめちゃ思った通り、発散が接着不良で剥がれたんじゃなくて、カメライトが壊れて剥がれてくれてる感じなんで、うん、そうそう、だからそれあれでしょ、カメライトの面が残ってるでしょ、うん、剥がしたところはもうザラザラに、あ、ザラザラ残ってんじゃん。だからそれがカメライトの部分。あ、これいいよね、絶対。これは板金になるよ。そうだよね。何？異様な板金かね。あれ？ハンマーで叩かなくてもいい板金かね。そうそう、だけどね。うん。カッターでピュッと鉄板切って、うん、引っ込んどるとこだけこれを貼るとかさ。そうだよね。あと腐ってもう溶接できんとこ。だからさ、これパンチングプレートとさ、ハチさん組み合わせてやるとさ、また違った、TPO になるんでしょ？うん、多分ね。うん。やっぱいいわ。はい、サンプル作るときさ、ラミネートさ、単品じゃなくてさ、はい、真鍮とパンチングのさ、組み合わせでさ、2プレイぐらいしてやればさ、そうですね。あ、いいかもしんない。家帰ってさ、はい、ハチさんとさ、うん、どんぐり混ぜ合わせて、ハチさんとどんぐり、うん、半分半分混ぜ合わせて加工してん、これで。そうだよね、うん、入れ知恵ですか。入れ知恵
あのね、どんぐり、はい、俺も何回もやったけど、どんぐりとハチさんミックスして塗るやろ、うん、曲がんねえよ。サフェさんなんだもんね。曲がんねえよ。あれスバルでやったかね、うん、折れねえよ。折れない。ピョーンって跳ね返る。知らんやったろ、うん、そうですね。こはいろいろ無駄遣いしたっちゃけ。すいません。ハチさんとか。そしたらね、ちょうどね、ソーラーカーね、作ってる人からね、うん、問い合わせがあって、うん、木工でね、フレーム作ってソーラーカーのねボディを組み立てる構想持ってるんだって。だからさ、ウリンのちょうどやってるじゃん。あ、うん。鬼目も、ああ、ちょうど画像も飛ばしてやってさ、こんなんやってるでっていうのをさ、あれ、URL でさ、案内してやったん。あ、そう。ああ、だって、木工でさ、ソーラーカーなんか作んねえもん、なかなか。うん、普通はね。ああ、だからそれが環境に優しいとか。フレームってアルミやろ、はい。うん、鉄とかアルミとか、丸材とかさ、そういうやつだよね。まあそれと、ほら、ボディがさ、だいたいカーボンクロスのさ、ボディだからさ。いや、大学はね、環境に優しいとかなんかでね、うん、結構竹のね、フォーミュラカーの、組み立てとかやってるんだよ、結構。俺、バルサが面白いんじゃないかなと思うけど、ね。そう、バルサ強いよ、だから。軽くてね。強くて、軽くて、加工しやすいもんね。うん、そうそうそう。だからバル